非常停止ボタン監視版視認性拡大の例、列車非常停止警報装置は、駅構内で非常事態が発生した場合に、列車や駅などに通報する、保安装置である。列車緊急停止スイッチ、ホーム異常放置装置等導入事業者により、名称が異なる。駅構内で、ホーム転落などを発見した、駅係員や乗客が、ホーム上に、 複数設置されている非常停止ボタンを操作したり、ホーム下の線路上に設置された転落検知装置が異常を検知することにより、本装置が動作する。本装置が動作すると、駅構内では警報ブザーが明動して、駅侵入側、構内、出発側などに設置された非常放置等、特殊信号発器機及び装置に付属する作動ランプがそれぞれ点滅する。 運転士や車掌は、非常放置等や警報音を確認すると、非常ブレーキをかけて、列車を停止させる。監視板には、動作状況が表示され、どの場所で通報、検知されたかを把握できるようになっている。また、一部の鉄道事業者では、本装置と連携して、防護無線が自動的に発報され、周囲の列車に異常を知らせるタイプが使用されている。 このタイプを特に駅防護無線と呼ぶことがある。この他、運転指令書に操作されたことを通知する鉄道事業者もある。非常停止ボタンの存在を目立たせるため、周辺に赤白斜めのストライプを貼り付けたり、SOS ピクトグラムが表記された設置看板を設けたりしている。日本国外でも韓国や台湾などで同様の装置の設置が進んでいる。 日本の装置とほぼ同様に、装置の色をオレンジなど目立つ色に、設置された柱に赤白斜めのストライプを貼り付けたり、設置看板を設けたりしている。2001年1月26日、山手線新大久保駅において、ホームから線路上に転落した、水角1名及び救助を試みた、乗客2名が、侵入してきた内回り電車に轢かれ死亡する事故が、発生した。 この事故を重く見た国土交通省は同年2月19日付鉄道局長通達としてプラットフォームからの転落事故に対する安全対策を通達した本装置は蒸気通達を受けて各鉄道事業者の安全対策の整備計画等に基づき設置増設改良がなされている一部の事業者ではこれ以前から存在を広く乗客にも知らせていたが 多くの事業者ではいたずらを防ぐため、ホーム上の非常ボタンの存在は関係者にしか知らされていなかった。通達後は、緊急、非常の場合は迷わずに使ってほしいと呼びかけられている。危ない、と思ったら、非常ボタンと題した啓発ポスターも存在する。東日本旅客鉄道の車内信号閉塞式導入線区では、本装置が、 車内信号と連動するようになっており、本装置が動作すると、駅付近の軌道回路は自動的に短絡される。このため、駅に侵入しようとしている列車の車内信号は、信号が減時され、即座に非常ブレーキがかかる。このタイプは普通の装置と機能が異なるため、同車内では特に絶対停止型として区別されている。なお、 根岸線の桜木町駅大船駅間では自動閉塞式が採用されているが桜木町駅より先横浜方面の区間ではデジタル ATC が使用されているため横浜方面からの列車には対応した保安装置が採用されている桜木町駅以西は同じ線路を併用して運転するもののデジタル ATC 車は 保安装置をそのまま使用するので引き続き速度計に併設してある車内信号に従って貨物列車の機関車など非搭載車は従来通り地上信号機に従って運転を行っている当該区間で本装置の扱いがあった場合は車内信号が絶対停止を厳示することはもちろん地上設備の非常停止信号を自動的に厳示する仕組みになっている ありがとうございます。